ください。お願いいたします。さあ、それで続いてはゲストのコーナー。さあ、今日のゲストはあの方、石塚雅俊さんをお迎えしてのコーナーとなっております。ただですね、石塚雅俊さん、あ、この方はですね、国際ニーボル芸術学院の東京校の主任教授であり、はい、作曲家でもある、そういった方なんですよね。はい、石塚雅俊、作曲石塚雅俊って書いてある楽譜を演奏したことがある方たくさんいると思いますよ。今日はですね、そんな石塚雅俊さんの素顔に迫る、はい、そして国際ニーボル芸術学院の東京校とは一体どんな学校なのか、はい、そういったところが会話見れるようなゲストになっております。忙しいですからね、ちょっと生放送には来れませんでしたの で、 そうなんです。事前に収録しました、はい、こちらの模様をぜひ見て楽しんでいただきたいと思います。生演奏もございます。ちなみに生演奏はね、本当はね共演するはずだったんですよ。セッションするはずだったんですけど、はい、ちょっとね一個ね打楽器が足りなくてですねビブラスラップっていう楽器、カーッね、命の楽器がね、命のビブラスラップがなくて、石塚先生、あのビブラスラップなしでもいいでしょうかって言ったら、他のは何がなくてもいいけどビブラスラップがないのは困るっていうことでということで断念しました我々、ね、申し訳ない、もう悔しいですが、はい、悔しいですけど、はい、今回はあの石塚雅俊先生ソロでお届けしたいと思います、はい、お楽しみいただければと思います。それでは行ってみましょう、 VTR どうぞ。それではゲストのコーナー行ってみましょう。なんと本日、はい、素敵なゲストに来ていただきました。もうね、我々はこの方に来ていただくのを心待ちにしていたんですが、とそうなんですよ、ね、なんたってね、お忙しい先生ですから、はい、そうなんですよ、なかなかねこういったところには来れないんですが、はい、まあ、今回ですね、奇跡的にこうスケジュールを調整していただいて、はい、お呼びすることができました。やったー。それでは早速ご紹介しましょう、はい、国際ニーボリ芸術学院東京校主任教授であり作曲家でもあります石塚雅俊さんです。ありがとうございます。いやー、お待ちしておりました。ありがとうございます。いや、こちらこそ聞いてませんか、大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、さあ石塚さんといえばですね、はい、さんって言っちゃっていいんですかね、まあ、今日はアーティストですからね、まあ、今日はちょっと石塚さんで、はい、といえば、はい、まあ、もちろん国際ニーボル芸術学院で教鞭を取られておりますが、まあ、作曲家としても非常に幅広く活動しておりますね。ギターオーケストラの曲なんかもたくさん作曲されていて、はい、石塚さんの曲をですね演奏している方たくさんいらっしゃ、もうこのテレビを見てる皆さんもね、そうです、演奏してる方もいらっしゃるかもしれません、はい、今日はですねその学校のことや作曲に関することを中心にお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、国際ニーボル芸術学院東京校、これ一体どんな学校なんでしょうか。そうですね、こちらの国が藤沢校なんですけどね、本校という呼んでまして、藤沢本校に、まあ、2部もあるんですけれども、第2部という形で、それの東京分校という形でお茶の水にあるんですけれども、まあ、こちらの学校は、まあ、社会人そうですね、お勤めしてる人、それから主婦の方だとか、他に大学だとか他の専門学校に行きながらこう通ってる人たちが多いんですね。まあ、年齢もう本当に小学生がいた時もありましたけども、まあ、今は大学生ぐらいの年齢から80代までっていう感じですね。趣味よりはもうちょっと深く、もうちょっと広く勉強してみたい方が土曜集中型でですね、前までは火金土で本当に夜間部としてやってたんですけれども、やっぱりなかなか平日の夜いらっしゃれない方が多いので、まあ、2006年から、土曜集中型ということで3つの授業をね皆さん楽しみながら勉強してます。音楽理論をやったりだとか、あと指揮者になるわけじゃないんだけど指揮法を勉強することによって、音楽の基本的な感覚も身につくし、それからステージではね、どんな表情をしたらいいか、どんな表現をしたらいいか、それから先生になる方もいるし、そうでない方も人に教える教え方、指導法というのを勉強することによって、どんなふうなことが大切なのか、人と接する時にはどんなことが大切なのか、これがまた演奏表現にも関わってくるもんでね。それからギターオーケストラ、まあ、大体東京校の場では私が創作したオリジナルの曲をねやることが多いんですけど、その創作過程から参加していただくことによって、曲っていうのはどんな構造ができて作られているのかっていうのも学びながら、みんなで楽しく勉強してます。すごい盛りだくさんすごいですね。やっぱりなんですか、こう
なんかこう技術をね学ぶだけではなくて、はい、まあ、そういったこうトータルでというか、そうですね、総合的に、ね、総合的に学べるっていうのが一番の大きな特徴ですよね、はい、土曜日ってちなみに何時ぐらいからそうですね、4時10分から音楽理論の授業始まりますので、皆さん大体4時ぐらいに集合して、あ、集合して、でその後終わるのは大体、ね、大体8時45分ぐらいに終わる、もうじゃあね4時間ですか4時間すごいですね、ただ個人ですのどうしても土曜日じゃないきゃいけないっていう方は昼ぐらいからね来てやってますけどね、なるほど、うん、その時間とは別にさらに個人レッスンも受けれると、そうですね、そういうことです、すごいじゃないですか、で個人レッスンは石塚先生に、そうですね、クラシックギターか私がレッスンしてます、であとエレキギターかは宍戸悟がレッスンしてますね、ということはあれですか、いろんな方が学びに来てる、そうですね、そうなんですか、じゃあクラシックギターをやられてる方もエレキギターをやられてる方も、そうですね、いろいろです、そうなんですか、じゃあ土曜日楽しいです ね、とにかく基本を勉強しますから、まあ、東京校を卒業したあの人たちはもう今度はいろんなことがマスターコースで残ってる方もいましてね、今度そうすると基礎ができて卒業しますから、もう弾き語りもやる、クラシックギター家だったのにエレキギターもやる、いろんな形で楽しんでますね、なるほど、幅がこう広がっていくっていうことですよね、やっぱりニーボリギター音楽院のね、はい、週1回とかね、はい、習いに30分習いに来てる方がいらっしゃいますが、うん、やっぱりこう発表会ですとか合奏とかをやっていると、うん、ね、あ、もっとね、もう1ランクちょっと上げたいなとか、ね、うん、例えばこう合奏の曲を練習していると、はい、これはどういう風にこう作られたのかなとか、うん、こう分析をねしたくなってきたりするわけですよね、はい、なかなかこうマンツーマンの個人レッスンだけではそこまで、ね、うん、学ぶこともなかなか難しいですから、そういった方はやっぱりこの東京校ですよ ね、 そうですね、こちらの方に来ていただくと、うん、ね、まさにそういった授業が受けられると、はい、なんといってもですよ、この石塚正俊さんは作曲家ですから、そうですよ、そういったなんていうんですかね授業といいますか、作曲なんかもできるようなんですか？そうですね、東京校の場合には1年を通して音楽理論をもうずっとやりますから、そこでコード和音とメロディー音階はどういう関係になってるんだかっていうのも徹底的に勉強しますので、作曲を目指したい方もしっかり勉強できると思います。いや素晴らしいですよ、直接の手ほどき、理論もちゃんと学べるし、はい、素晴らしいですね。ちなみに場所はどのあたりにあるんでしょうか？そうですね、お茶の水ですね、お茶の水から降りてもう5分以内ぐらいに歩いて着きますので。ああそうですか。これはもう都心にね住まれてる方はもう一番行きやすいじゃないですか。ね、そうですね。ね、ですから先ほども言いましたけど、お勤めしながらだとか他の学校へ通いながら来る人は大体首都圏の方は東京区は非常に便利だと思います。うん、ですよね。はい、またその学校特職のというか、なんかこう施設というか、はい、そういったものがあるんですか？ですね、地下にギターギャラリー N と言って、我々は省略して我々 GGN と呼んでるんですけど、そこがちょうどギターの独奏だとかアンサンブルにぴったりな響きのね、ところで本当に素晴らしい響きの中で勉強することができるんですね。じゃあそこを使って授業なんかを授業したり、そうですね、コンサート、自分学生たちの主催のコンサートやったりとか、いろいろな活動もしてます。じゃあ学生はこう勉強もしながら、はい、そのホールも使いながら、ね、本格的なサウンド で、ね、勉強できるってことですよね。今先ほどコンサートって言ってましたけど、学生たちがこう、ね、主催をする、そうですね、年何回か学生たちにコンサート実習って言って、もう本当にチラシからプログラムから、集客までマネジメントも全部やる、コンサートをね、学生たちがもう自主的にやってます。いやすごいですね。しかもその会場はそのギターギャラリーを使えるわけですよね。いやいやいや、これ最高じゃないですか。全部揃ってます ね、 ね、確か先日も段六が確か演奏されたような気がするんですが、そうですね、段六さんだとか、そうですね、以前には福田真一さんだとかもね、福田先生も演奏してされたこともありますし、すごいですね、もう伝統の、ね、本当にそうですよ。僕も行ったことあるんですけど、はい、ギターが飾られてるんですよね、古今東西の ね、もう非常に貴重なギターから最新の名器まで、そうそうそう、だから例えば名器に興味がある方とかもそこに行けばこういろいろ見えたりするわけですよね。そういった意味でギャラリーという名前もにもなってるんですね。だからこう例えば、これ見てる方々が、はい、ちょっとねそういうのを行ってみようかなってなったら、まあ、フラッと行っ
っても大丈夫、そうですね、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、1階が受付になってますので声をかけていただけます。あ、そうですか。これはもうぜひね、いいです ね、 ねえ、ギターギャラリー、もう年の方は寄らないと、もう絶対行っていただきたいですね、うん、はい、はい、ということで、さあそんなですね、ギターギャラリー N を持つこの東京校なんですけども、はい、まあ、やっぱりメインで教えられてるのは石塚正敏さんですよね。これ石塚正敏さんといえば、うん、作曲ですよ。